や。見つかったんすよ。何がですか？あれ？山にはら選手と試合したのいつだっけ？9月の半ばぐらいですか？9月の半ば？うん。もう、じゃあ、もう結構経ったな。1ヶ月ぐらい。昨日あるものが見つかったんだよ。昨日っすか？うん。なんすか？これよ。これか。これか。これですよ。そうだ。あったな、そんなこと。懐かしいな。皆さん聞いてくださいよ。あのこれ俺らしか知らんやつや。苦労の話。これね、あの試合のあのファイトパンツあるじゃないですか。その下に。あのこれを履くんですよね、スパッツを、はい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 、金的をつけてその上にスパッツを履いてパンツを履くんですけど、うんうんうん、この前回の山庭選手との試合のその前日の夜にね、うん、あの次の試合の準備をしてたんですよ。そしたらこのスパッツがなくなったんですよね。そうなくなってやばいぞってなって、しかもこれあの僕あの格闘技のデビュー戦からずっとこれ履いてるんですよ。これを10年前からマジで。もうめっちゃ愛着めっちゃある、うん、もうこれ履かないと試合の時落ち着かないぐらいね、うん、大事だったわけよ。これ消えてでそうだからなくなっちゃったからもう急遽ね、うん、あなんだっけそのサムゲタン食べに行ったよね夜。そう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 、サムゲタン食べに行った後にちょっと買いに行こうってことで、うん、一緒に3人で行ってたんですけど、うん、どこにも売ってないんですよね、うん、このスパッツって。しかも場所が確か銀座だったんですよね。そう銀座、うん、銀座のなんかスポーツショップめっちゃ回ったよね、うん、ナイキとかアディアス、ナイキアディアス、なんちゃらスポーツとかって全部行ったけど、うん、マジでないんですよ、こういうこの別に このメーカーにこだわってるわけじゃなくて、うん、同じようなやつがあればよかったんですけど、うん、ないんですよ、全然、うん、あってもめっちゃ長いやつ、ね、長いとダサいじゃないですか、このパンツより出ちゃったそこのこだわりがよくわかんない。そうそうそうこだわり強い。出てる人いなくない？そのさパンツより下にスパッと出てる人ってなかなかいないじゃん。まあまあまあ、まあ、いやでもなんかミクルさん一回なんかこうひ膝ぐらいまであった行ってた。そうでなくてさ、うん、でこれやばいぞってなって明日試合出れんくなるやんってなってで結局もう10時半ぐらいまで夜中ずっと歩き回って、うん、雨降っててさ降ってたしね。そう降ってたしね。もうどうしようってなってさでなんかそのぐるぐる回って出てなんか最後ぐらいになんか斉藤君が、うん、そういえば僕持ってますとか言い出してはってなってえ、違う違う持ってるのは言ってたし、あ、持っててもしかしたらなんかサイズ合うかもしれないみたいな、うん、そう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 、で先に言うよみたいな、うん、後半ぐらいに言い出したよ確か、うん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 、で、まあ一応なんかその前にどっかなんかそのゴルフ場みたいなゴルフウェアみたいな店でなんか売ってたんだよ、うん、似てたのが あったで一応買ったんよ、なんか1万円ぐらいのやつを、うん、だけどもっとしたら1万7000円ぐらいした1万7000円だっけ、はい、高かったで、高っけーっつって高っけーのまあいいやと思ってで買ったはいいんですけどなんかそれも実際長くてあとなんか横になんかそのデザインみたいなの入ってて、うん、なんかダサかったんですよパンツ履いたらだからうわこれダメだって言ってで、まあ、斉藤君に電話してで、斉藤君ちょっともうサイズ合わんくてもいいやつって持ってきてって言って斉藤君持ってきてくれてで、それでやったんです前回。ああ、そうだったね。斉藤君の香りをのパンツのスパッツを履きながら出場したと僕が試合中これで蹴りづらくなったらどうしようってうわーってなってたんです。だからその前回の試合の動きが悪かったのは斉藤君のスパッツそれ関係ないですけどね。呪われたスパッツ。そうそうそう。いやさあの時受けたもんなマジで。受けたっすよ、本当に。俺あれじゃなきゃダメなんだよ。ショックだったそのなんかショックそうな顔だったそのずっとうわーみたいな。デビュー戦からずっと履いててさ。すごくね。10年間履き続けてる。まあそうか試合にしか使わないわけだもんね。試合回数自体は40回とか30回。まあまあだ そういう感じだ、うん、なるほどね。すごい10年そう、ね、それがそうなんか昨日さなんか服の何その整理整頓してたの、うん、そしたらなんか挟まってて服と別の服のにそう終わったと思って2ヶ月越しで終わったぞと思ってこれちょっと2人に言わんといけないなってそうそうそう、よかったね。でも絶対なくさんぞと思ってね。